はい、都城市の根本改善専門の整体院都城お菅橋治療院の院長をしております海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日よりいよいよですね、膝の痛みを1分で劇的改善するセルフケア講座を始めていきたいと思います。で、この動画ではですね、実際に膝の痛みを改善するセルフケアのパート1ということで、内転筋群のストレッチ方法、セルフケア方法をお伝えしていきたいと思います。で、内転筋群というのはですね、こちらの画像をご覧いただきたいんですけども、このようにですね、そのいろんな筋肉が集まったものなんですよ。この足のね、太ももの内側にある内転筋群といういろんな筋肉の集まりなんですよね。で、この筋肉がですね、膝の痛みにめちゃくちゃ関連していますので、この筋肉を的確に緩めることができれば、かなり膝の痛みを改善することができるんです。で、この内転筋っていうのは立ってる時にもね、その姿勢を維持するためにも必要ですし、歩く時とかね、姿勢を保つためにもね、結構重要な筋肉になるんです。だから結構いつも緊張しているし、最終的に膝の方にくっついていく筋肉ですので、結構膝の痛みになっちゃうんですよね。まあ、ですので、ね、この筋肉を伸ばしていく方法をお伝えしていきたいと思うんですけども、この筋肉はこの足の、ね、内側についている筋肉なんですよ。だからここを効率的に伸ばす方法になります。で、どうするかっていうとですね、まあ、実際にはこういったそのベッドの上じゃなくて床のところでしていただいていいんですけども、まあ、とりあえず平坦のところですね、を探していただいて、そこでやっていきます。でですね、足をですね、こなして片方出すんですが、こっちが伸ばす側ですね。で、こっちの足はこなして足を立てるのではなくて、足を寝せます。完全にですね、その、まっすぐ立っている状態から完全に横を向いた状態まで寝せていきますね。で、その状態で片方の膝を立ててですね、で、こんな風にですね、内側が下を向くように C を取っていきます。姿勢を取っていきます。で、この状態でですね、この足をですね、より遠くの方にこうやって伸ばしていくような感じで伸ばしていただけると、この内側がね、ピンと張りますので、これでストレッチをしていきます。で、あるいはですね、この内側を床にね、近づけるように力を入れていただくと、この内側がね、ピンと張りますので、これでそのこの内側の内転筋群がきちんと緊張してですね、そしてストレッチがかかっていきますので、まずはこの姿勢をとってください。で、あとはですね、体のこう前に傾くとか後ろに傾くとかでもね、内転筋のかかり方に違いがありますので、まあ、一番ね、ここがその、かかっているなっていうところを探していただいて、その状態でストレッチをしていきます。で、この姿勢が取れたらですね、30秒間ゆっくりと数えていきますね。で、あとね、30秒数える前にこの膝がね、曲がってると内転筋が伸びないですので、これって、ね、膝にくっついてる筋肉だから膝が伸びてないと伸びないんですよ。だから膝は必ず伸ばした状態で足を内側に向けて、で、膝伸ばして、で、足をより遠くに持っていくっていう風にすると、この内側がピンと伸びるはずです。で、この状態が取れたら30秒数えていきます。で、ゆっくりですね、1、2、3、4、5という風にゆっくりと30秒間数えていただくとですね、もうその30秒の間にこの内側の筋肉が最初ね、結構張ってるなと思ってたのが、あんまりその張ってないような状態、あんまりその痛みがないような状態になっていきますので、まあ、その状態までなったら終了になります。だからまあ30秒からだいたい1分ぐらいの間ですよね。で、1分超えてしまうとね、筋肉が傷んでしまうから、まあ、1分をマックスとして、まあ、30秒から1分の間ぐらいで大体してもらえればいいです。だからまあゆっくりと数えてもらった30秒ぐらいでもね、十分伸ばすことができますので、そのくらいの時間で伸ばしていってください。で、このストレッチが終わったらですね、立っていただいて、そして膝の痛みを確認していただければ結構ね、その膝の痛みが取れてるはずなんですよ。だからこの筋肉を伸ばしていただいて、その効果をね、見ていただきたいと思います。で、この、右側の足が終わったらですね、膝が痛いのは右側だけだったとしても、その両方の足から影響しますので、骨盤をずらしたりもしますからね。ですから反対の足もやっていきます。反対の足もこんなしてですね、足を内側に倒して、そして膝を伸ばして、そして足を遠くに持っていく。っていうふうにして、そう、あとね、骨盤がこっちに倒れた方が、より伸びますので、体をね、こっち側に倒していくとよりかかりますね。その状態で、緊張したらですね、ここがだいぶ張ったなと思ったら、そこで30秒数えていきます。あとは、ね、この時の注意点としては、あんまりね、痛すぎると筋肉がね、張りすぎてしまって力が入っちゃってですね、痛みで、で、その伸びなくなってしまいますので、痛気持ちいいぐらいが一番いいんですよ。で、痛気持ちいいっていうのは、まあ痛いかな、気持ちいいかなぐらいの強さなんですね。ですから、痛い、でも我慢しようみたいなのだと力が入っちゃいますので、痛いかなっていうか、ちょっと戻していただいて、ああ気持ちいいぐらい伸びてるかなぐらいがちょうどいい、強さになります。
まあ、だからそこを注意して行ってください。はい、ということで注意点ですけども、まずその強さがね一番重要なんですよ。このストレッチっていうのは強さが一番重要で、まあ痛気持ちいいぐらいですよね。先ほどもご説明しましたが、痛くない程度、痛気持ちいいぐらいで行ってください。そして時間が30秒ぐらいですね。まあ長ければ1分ぐらい行ってもいいんですけど、1分は超えないぐらいがいいですね。1分超えちゃうと痛みが強くなっちゃいますので、まあ、そこまではしないようにしてください。そして頻度ですが、できれば1日3回ですね。朝、昼、晩の3回行っていただけるととても効果的です。まあ、この方法ね、場所選ばないですので、どこもできますからね。まあ、できれば1日3回行ってください。もしそれが難しい方は、1日2回ですね。朝と、晩、夜はですね、お風呂入った後が、時間としてはベストです。筋肉緩むので、伸びやすいからですね。まあ、だからそれを、1日2回を毎日行っていってください。で、このセルフケアというのは毎日行わないと、筋肉というのは徐々に伸びていったりしますので、毎日行うことで効果が出てきますし、もしそこでサボってしまうと、またそこで痛みが出てきちゃうんですよね。徐々に筋肉が緊張しちゃって。だからもちろん痛い時にもやっていただいていいんですけども、膝が痛い時にね、じゃあこの内側の筋肉伸ばそうかなってやっていただいてもいいんですけども、必ず毎日行うようにしてください。で、実際にこれ試してもらえればね、かなり膝の痛み軽減する方多いと思うんですよ。で、特に、ね、この膝の内側が痛い方にはね、特に効果てきめんですので、ぜひ実践されてみてください。はい、でですね、この方法ですね、この姿勢がね結構重要なんですよ。足がねちゃんと後ろが倒れてないといけないですし、この内転筋にちゃんと、テンションがかかってないと、緊張がかかっていないといけないですので、この動画をですね何度もご覧いただいてみて、そしてこの方法をですね試していただければ、いいと思います。で、ちゃんとこの内転筋がね伸ばされてる感じっていうのがあるかどうかを確認しながら行ってもらえればいいですね。で、もしですね場所がわからない方はですね、お気軽に私にご相談いただければ、もっとわかりやすい方法をね考えてお伝えしていきたいと思います。ますので、まあ、ぜひお気軽にご相談ください。で、次回以降のセルフケアでもですね、膝の痛みをかなり改善できる方法をお伝えしていきますので、次回以降のセルフケア講座もお楽しみにしていただければと思います。はい、今回は以上になります。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。